住まい探し何から始めればいいかわからない。ならまずはスーモ、たくさんある物件をまとめて一気に探せる楽ちん。住まい探しはスーモ、物件数ナンバーワン、リクルート。はい、住まい探し何から始めればいいか。それでなんか何から始めるの。ああ、でもいい。あ、じゃあ、まあ、よーはい、住まい探し何から始めればいいか。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。よーせーの。わからない。ありがとう。ありがとうございます。はい、本番。本番いきます。よーい、せーの。わからない。ありがとう。ありがとう。そうですね、やっぱり前回に引き続いて、とっても今回も愉快なスタッフの皆さんとワンカットワンカット積み上げていくことができて、まあ、その中でも特に今回アクションがすごく多かったかなと思って、風船に押しつぶされるとか、ちょっと回ってみるとか、なんか細かい表情とかニュアンスをハイスピードカメラでこう捉えていくようなカットもたくさんあったので、本当に全員で細部にこだわりながらいい表情をたくさん狙っていただけた感じがしました。本当にくだらないことなんですけど、私はご飯を食べることが本当に大好きで、特にお仕事がちょっと早く終わった日とか、さて今夜は何を食べちゃおうかって悩んでる時は結構頭の中がいっぱいかもしれないですね。うどんなのかそばなのか、ラーメン行っちゃうか、焼肉行くかって悩んでる時は結構幸せなこう頭のいっぱいになり方になりますね。だからそういう時間結構好きなんですよね。なので何食べようかなって時は結構頭いっぱいになってます。大学時代からのお友達と一緒にいる時が一番ご機嫌でいられるんですけど、その子に会えた瞬間がテンションが上がって大喜びになりますね。はい、会える時は週に1回ぐらい会って、1時間だけご飯食べて解散するとか、そういう30分だけちょっと観覧車今日どうしても乗りたいから30分だけ会って解散するとか、なんかそういう楽しさを共有できるお友達がいまして、そういう友達と会った時はうわーってテンションが上がりますね。そういう友達って大人になるにつれて本当に軽有な存在になってくると思うので、大事にしたいなと思ってますね。すごく特殊なものだと、私はメキシコに3年間住んでおりまして、その時に家族4人で住んでいたアパートは結構記憶に残っていて、メキシコってハチドリが遊びに来ることがあって、ベランダでこうやって待ってたらハチドリが飛んできてくれたりする時とかあって、そういうのもすごい面白いなって思ったり、あとはまあでもなるべくメキシコにいながらも日本でいるように変わらないように、両親がこうなるべくこう日本での普通の生活のように住まいも整えてくれてはいたんですけど、なんかその3年間でのメキシコの住まいは結構強烈というか面白かったですね。はい、私の理想の住まいは、はい、こちらです。日当たりのいい窓の大きな部屋で猫ちゃんと暮らしてみたいです。日当たりのいいお部屋ってすごく憧れがあって、本当に人って光を浴びて元気になる生き物だと思うので、まずは日当たりのいい場所がいいのと、あと窓がすっごく大きいお部屋っていうのも憧れまして、ちょっと窓の外のなんか緑とか揺れる緑が見えたりとか、海沿いもいいなとか思ったり、そういうなんかこう自然を家にいながらも外の世界を感じられるようなお部屋に憧れるのと、あとはいつか、私は猫がすごく好きなので猫ちゃんと暮らしてみたいなという気持ちがあります。現段階では自分のお世話もままならないと思っているので、ちゃんと大人として自立して自分を律することができるようになったら猫ちゃんを飼ってみたいなっていう気持ちがあります。40代とかになってすごく落ち着いた素敵な女性になった時に
きっと自分を律することができていると思うので、そのタイミングで飼ってみたいなと思います。私は海とか海の生き物が好きなので、シュノーケリングをしてみたいですね。綺麗な海で、前も言ってたんですけど、ちょっとライセンスあまりにも現実味がないなと思ってきたので、まずはシュノーケリングからやってみたいなと思います。まあ、日本だったら沖縄はすごく海が綺麗ですし、それこそ以前住んでいたメキシコ のカンクンっていう場所の海はめちゃくちゃ綺麗なので、いつか泳いでみたいなと思います。